超手持ちの積むすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはサラザールパイレーツオブカリビアンより、前回パートでね一番好きなパイレーツオブカリビアンのキャラっていうので出てきたのが、実は僕サラザールが好きなんですね。ジャックスパロウ、ジャックスパロウ、スパロウ、スパロウ、スパロウっていうね。いやー本当恐ろしい、彼どんなスキルなんだろうね。手に入れてからね一回も出てきてくれなかったんで楽しみなんですよ。あー、なるほどね。はい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 。あれですね、よく予告とかでもやってたサメちゃんが出てくるんだ。はあ、かっこいい。ま、いや、いいね、いいね。いや、かっこいいわ。しかもなんか、中央消去系、消去系とか言いのきながら、なんか、結構いろんな場所をガーンって消してくれる。いや、かっこいいわ。はあ、てっきり僕はポセイドンの杖でも振るのかなと思ってたんですけどね。いやー、これいいね。いや、サラザールって感じがする。いや、マジでテンション上がるわ、これ。ふわーってね。いや、骸骨のね、サメ、シャーク、どっちでもいいんだけど。でね、やっぱあのシーンは結構強烈でしたよね。うん。いやー、この後にね、またね、実はクラーケンの持ち主のね、サラザールじゃなくて、名前が出てこなかった。誰だったっけ、あの、タコタコちゃん。またその時に紹介します。あ、デイビー・ジョーンズ。うん。の時もね、デイビー・ジョーンズも出てきたんでね。で、これ、たまたま、そのピックアップツムで出てきた時があったんですね。で、マジン・ジャファーのスキルも上げたいなと思って選択している中にサラザールもいて、もうこれ絶対手に入れようと思って45万コイン全部突っ込んでね、こいつ手に入れるっていう感じですわ。いやー、マジで手に入って嬉しいっす、本当に。もうサラザール、これかっこいいわ。皆さん、パイレーツ・オブ・カリビアンのキャラの中でね、誰が一番好きですかね。うん。まあ、当然、ジャック・スパロウの、ね、人気は高いんだろうけどね。うん。敵役っていうところで見たら、僕はサラザールかな。まあ、時点で、キャプテン・バルボーサーっていうところではあるんですけど、一気にレベル上がりましたね。うわ、スコア低く、50からかい。はい。ということで、サラザール、紹介させていただきました。では、次回お会いしましょう。バイナラー。